合格式が来る9月15日東京代々木オリンピック競技場にて行われます。第一世代の方々は先の大戦からの復興と発展を担った偉大な先駆者たちです。彼らが健康な老後を迎えることは我々若い世代にも希望をもたらす出来事となります。その功績を称えるとともにこの健やかな社会を祝いましょう。